て約束は守りますか？もちろん約束は守る。アポを取るときに嘘をつけと指示をしたのか、会社全体がアポをつけと改善したのか、そういうのを聞いてるんじゃなくて約束は守りますか？もちろん約束は守りたいと思います。じゃあちゃんと事前公開取ってください。して、この不安の解消に努めないで、適合申請するっていうことを決められたんですが、っていうことでした。安全はどっちが重要ですかと聞いたときに、安全ですって答えたら、必要とだった。約束は破る会社。これじゃあ、信頼できないでしょ。皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上泰美です。私は実は時の人、あの新潟県知事泉田裕彦知事のところに来ております。泉田知事、もうすいません、今時の人でお忙しいところお邪魔いただきましてありがとうございます。わざわざお越しいただきましてありがとうございました。とんでもないです。ここは、東京なんですけれども、新潟県の、東京事務所っていうんですか。そういうことですね。各都道府県ですね、47都道府県のスペースがありまして、全ての東京事務所が原則ここにあります。お金持ってる自治体は他に持ってる自治体もあるんですけども、基本的にはここの都道府県会館に来ていただくと、各県の事務所があると、そういう場所です。なるほど。ここ最近はですね、私、我々の IWGM ですね、新潟県で開かれている県政の、この記者会見、記者会見の方に出させていただいて、いろいろ中継もさせていただいているんですけれども、今度質問させていただきたいと言ってるんですけれどもね、なかなか記者クラブの人がですね、質問するなというようなことを言われておりましてですね、これまたちょっと記者クラブ側とも話し合いはしたいというふうに思ってますけど、また知事のご考えもぜひ聞かせていただきたいなと思ってます、今日ちょっとお邪魔したのは、今日もうお時間ないんですけれども、今度9月7日にお時間をちょっと頂戴していただけるということで、ぜひ、ロングインタビューを、取らせていただきたいと思っております。わかりました。今度は、わざわざ八上さんから新潟に来ていただくと、伺わせていただきます。なりました。なかなかですね、伝わらない部分っていうのも、今度はノーカットで、お話聞いていただけると、いうことだと思いますので、これは一尺懸命、インタビューに答えさせていただきたい、ありがとうございます。皆さんが非常に関心持っているこの、原発のですね、再稼働問題、それから、その再稼働以前にですね、中越地震の時にもいろいろと事故がありました。その前後もね、だからいろんな懸念があると思います。他にもいろんな課題が、あると思うんですけれども、お時間の許せる範囲の中で、ズバズバとお聞きしますので、よろしくお願いします。2007年の話がありましたので、一言だけ、はい、福島のですね、事故は免震重要棟があったから対処ができたと言われてます、なぜ福島にあったのか、2007年の中越沖地震なんです。あの時にサイトと新潟県庁のホットラインが機能しなかったんです。理由は建物が歪んでドアが開かなかったからという単純な理由でホットラインがつながりませんでした。なんでこれ規制じゃなかったんですけど、ちゃんと作ってよと言って作ってもらったのが免震重要棟です。そしたら新潟だけにあるの変だよねと言って福島にも作ったという経緯があって、完成したのは事故の半年前だから、2007年の時にちゃんと対応していなかったら今東京は住めなかったということだと思ってます。その辺の経緯も含めてお話しさせていただきたいと思います。本当に冷や汗ですね。福島の事故も本当に何もまだ収束してませんし、汚染水だけじゃないです。これからね、4号機の使用済み核燃料を取り出すっていう話ですけれども、あの取り出し誰もやったことがないわけですし、もし途中でぶつかって割れたら、もうそれで一貫の終わりなんですよね。そんな状態の中、事故がまるでなかったかのように進んでいく再稼働議論というのに、知事が、いやそれおかしいと今ね、待ったをかけている。ここはぜひ、新潟県民ではなくて、だけではなくて、日本国民、あるいは極端に言うと世界の人たちがみんな聞きたい議論だと思いますので、ぜひ、懸念事項を、お伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということで、9月7日、直撃インタビューいたしますので、皆さん、
ご期待していてください。ということで、どうもありがとうございました。今日お時間いただきまして。